こんにちはよしです今回はですね人の悩みの中のまあ、一番多いっていうのをいくつかあるんですけども、まあ、その中に、まあ、人間関係とかお金の関係まあ、経済ですねまあ大きく分けたらその2つぐらいかなっていう風うに思います、うん、お金があれば解決することもいっぱいあります、うん、でも人間関係もこううまく 渡り歩いていかないと解決しろいろそういったことがねあるんじゃないかなと思うんですけどもそのうまく渡っていけるみたいな人間関係の話をしてみたいと思うんですけどもまあどういってもですね細かくね分けてうまくやっていける方法っていうのがあったとしても全部に当てはまらないのでどっかで こうガタガタしちゃうっていうか、えー、うまくいかなくなったら別の方法を勉強して探してそれをチャレンジしてみるみたいなそういったことの繰りり返しににななかねいいっていうふうに思っててううふ思ます経済の方お金の方も僕も少しはね経営のこともしているんですけどもなんかアイデアが出てきてうまくいったと思ってもまた同じそのアイデアを使ったからといってうまくいき続けるっていうことがないです。 生ものなんで腐っちゃうんですよ。で、また違う方法を考えて、うまくいかなかったらやめるみたいなことを、まあ、繰り返すみたいな感じですね。だから、こう人間関係も仕事経済もこうすればこうなりますよっていう答えがまあないんですね、うん。ある程度まではうまくいきますけどね。で、ある程度うまくいくかなって言ってそれを模倣しちゃうとこんなはずじゃないのに。 私の人生これで終わりなのかななっていう,ふうになります。うん、なんか諦めと絶望を繰り返すようなことになってしまうかもしれないのでちょっとそれでは悲しいので僕がいろいろ話していきたいと思うので、まあ、これもいいなと思ったら取り入れていただければいいしちょっとよく分かんないと思ったら質問してくださったらいいし本当に皆さんとコミュニケーションしてみたいなというふうに 思いますもうそういうふうに前回の動画から自分を切り替えていますはいどこままあその気持ちがねこの音声でどこまで伝わるかまあわからないですけどチャレンジしてみようと思いますじゃあ人間関係の中で一番強烈なもの、うん、強烈なものっていうのは、まあ、多分恋愛感情だと思いますそれは、うん、心の動きが激しいからですね 激しいからこそ学びになるというか仲がいいっていうだけだったらねあんまり学びにならないんですね。激しいからこそ学びになるって僕がねそっちのことをね話せることってないんですあんまりないんですけど <laughs> うんあの頑張って話してみたいと思います。 なんですね。うん。ここを混同しちゃうと、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。えー、無条件の愛とか、無償の愛とか、っていう言葉がありますけども、そっちが愛、本当の愛に近い方なんですね。で、愛情とか情がついちゃうと、情が絡んできてしまうので、こうでなければならない。人間としてこう生きるべきだみたいなのがちょっと混ざってきたりすると、 三次元の方にどんどん引っ張られてしまいます。ややこしいんですね。うん。だからそっちの情の方で苦しんでる人が実は多かったりすると思います。恋愛も恋っていう言葉がつくからややこしくなる。うん。言葉ってうまく作られていますよね。はい。で、本当の愛の場合は、まあ無条件の愛とか、まあ尊敬と感謝みたいな。 なんかそういったイメージにまず捉えておいて、まあそこを軸に置いておいてやっていくと、まあ、必然的にですよ。みんなを尊敬したり、尊重したり、感謝したり生きていくと、世界は必ず平和になります。だって争うことは全くないんですよ。意見の交換とかはありますよ。違う考え方がぶつかるということはありますけども、それも尊敬できるからその人の話を聞くみたいな。 っていう風になりますね。だから絶対に平和になっていくので、僕はこちらの方を目指して統合っていうのを進めています。で、えー、情がつく方とか愛情の情がつく方とかね、恋愛の恋がつく方とかになっちゃうと、三次元の縛りに心を奪われているとか執着しているっていう、そんな感じなんですよ。で、自分をよく思われたいと自分を分かってほしいとか、 で、そういうことが結構ね、あの、表に出てきてしまう。で、そればっかりを握りしめて、ずっとぐっと握りしめていると、平和は訪れない可能性がものすごく高いです。残念ながら、自分を分かって、自分を分かってって、自分を愛して、愛してって言ってると、平和は訪れないです。悲しいけど、愛を求めると、平和は訪れないです。で、これはね、もう統合を進めている人はもう完全に見えてます。 あの人、ちょっと、あの、方向性まずいから、ちょっと救ってあげたいぐらいの気持ちになってきます。で、大事な人だったら、なおさらですね、私に対していつも笑顔でいてくれる人、いつも助けてくれる人なんかが、もし、そっちの方のね、自分を分かってほしいとかっていうのが、どうしても消せない状態でいる、統合が進んでないっていう場合、助けてあげたいと思うんですけど、統合するのは本人で、 助けられないんですよ。これ残念ながら本人が気づくまでできません。だから見守ってあげるしかできないんですね。なんか悲しんでたら一緒にいてあげるとか、話したいことがあったら聞いてあげるとか、なんかそういうことしかできないんですね。もうそれ以上のことは何もしてあげられないです。自分が愛されないんじゃないかとかいう恐れとか、どうしてもこうしたいっていうエゴとか、自分はダメだっていうエゴとか、 自分には全く自信がなくて生きていく価値がないんじゃないかな。こんなこともしてきたし、あんなこともしてきたし、自分って最悪だなとか思ってる人いっぱいいると思います。で、そういった形で自分の中にエネルギー不足は起こっています。エネルギー不足を起こすためにエネルギーを抜いちゃった人が存在します。で、その人をまず許してあげてくださいね。うん。そうすると、 徐々に自分の中にエネルギーが入ってきます。で、そうすると、エゴを手放しても不安がない状態になります。自分がしがみついているもの、握りしめているもの、こうでないと生きていけない、私はこういうふうに生きないと辛いんだと思っていること。人によってはいろんなパターンがあると思いますけども、そういったものがどうでもよくなるっていう 現象が起きてきてますで、そうすると楽になるんですね。うん。だってこの世ではいろんなことを経験するために生まれてきている。罪深いことも必ずします。完璧な人はいません。で、例えば罪深いことをしたからって言って、それがあなたすべてではないです。経験するためにやったことであって、成長するためにいろんなことを築くためにやったことであって、 何も本当は悪くはないです。だってそういう場所が三次元の場所なんです。でもうそれを経験してしまったらもうそれでいいです。その時にいろんなことをやりました。いろんなことを考えました。うん、それが魂の中に刻まれて、それがあるために豊かな心っていうのが逆に反対側に生まれたりもするので、 全然問題ないです。それから、そういえば愛してほしいから相手を独占したいと思うような気持ちとかっていうのも出てきます。これも自分の中のエネルギーが大きく不足してるからっていうことになります。相手にこうしてほしい、ああしてほしいっていうことがいっぱい思い浮かびます。で私はこんなに愛してるのに って思ってるんだけどもそれは愛じゃなくて愛情の方なんですねなので三次元側の地球側の愛っていうのにフォーカスするとややこしくどうしてもなりますだからうまくいかないっていう現象が多発しますだからといって諦めるっていうことはする必要はありませんで。 本当の愛するっていうことにフォーカスすると自分軸っていうのが中心になってくるので自分のハートに正直になります相手がどんなに不完全で未熟であってもそういったことはね全く関係がありません全く関係はないです逆に、えー、不完全なところを見て可愛いいとすら思えます、うん、赤ちゃんなんかに対してはそうですよね 赤ちゃんも無条件にお母さんお父さんを愛してくれてます。まだエゴっていうのを持っていないからですね。その状態まで統合をしていくと戻っていくことができます。そうなると傷つくような傷つけてしまうような行動さえも勇気を持ってできるので普通に空気を吸うようにスッとできてしまいます。 うん、そこまで行くと本当に楽というか頭の切り替えも早くなるし落ち込みも減るはずです。はい。で、えー、3次元縛りの世界で一生懸命に生きてる人がいますね。自分の統合が進んでくると3次元の世界の縛りに縛られてる人を見るとそれがどうしたん <laughs> というふうにこうちょっとそのまま聞いちゃうと馬鹿にしたみたいな いう風になっちゃいます、うん。そのぐらい軽くなっちゃいます。でも、三次元世界の中で幸せを追っている人は本当に真剣なんですね。五次元に行っちゃった人から見ると無理なの分かってるんですよ。統合が進んでる人から見ると無理なのが見えちゃってるんですね。で、そこは馬鹿にはしてないので本当に心の中ではこっちまで来てねとか頑張ってねとかみんな大好きだからねっていう風に 思ってるんだけど、うん、なかなか通じないんですね。そういった方も世の中にいっぱいいるんじゃないかなっていうふうに思うので。だけど、それはそれで放っておいて自分の統合を進めてください。うん、立ち止まっている時間はもうないです。僕はね、子供の頃そうじゃないでしょうっていうふうに大人の人にね、よく諭されたんですよ。よし君ダメ。<laughs> そんな、そんなのは通じないよ、この世の中では、みたいな。うん 子供の頃5次元だったのでものすごい違和感を世の中の構造に対してすごい違和感を感じてましたそういった人の中には宇宙から来た魂の人って結構多いみたいなんですねで地球の輪廻転生の回数が少なくて地球に慣れてない状態の人です他の星から来てなんだここはみたいななってるんですね 3次元の世界のことにちょっと縛られちゃってる人って割と輪廻転生が多くてこれでもわからないのかこれでもわからないのかってきついきつい人生設定をしてきてる人って多いのかもしれないですこういった人って本当に付き合うの僕すごい難しいんですけど <laughs> 難しいんですけど全力で話はします話するし付き合うしっていうふうにはしますでできる範囲でね時間もほとんど し僕、ね、やりたいこといっぱいあるし、うん、だけど付き合います、えー、僕も一生懸命大人になりましたはい50歳過ぎましたでもこう辛くて無理なこともありました今もね子供の時と変わらないかもしれないですということでちょっとね今カラ,カラスがいっぱい集まってきてカー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 鳴いてるんですけどまあうるさくなってきてるのでこの辺で終わりたいと思いますでまたこういった話を どんどん進めたいと思うのでよかったらぜひこのチャンネルに訪れてくださいはい、えー、よかったらシェアしてもし助けになる人がいたらその人に教えてあげてくださいそれではまた会いましょうバイバイ